カウツ君覚えてますか？初めてこのお店に来た時のこと、防具を初めて買ってもらえた時のこと、みんなで街に買い物に行った時のこと、世界が暗闇に包まれた時もお店を絶対に守るって言ってくれたこと、私の防具になるって言ってくれたこと、ずっと忘れないよ。でも今度は私がみんなを守るから。